リアクトバイオガス株式会社。2020年8月、米沢市八幡原でバイオガスプラントを稼働。バイオマス原料から再生可能エネルギーを作り出しています。やっぱりまず一つはもったいないと、生ごみとかですね、いろんなものがやっぱり年間日本は630万トン近くも捨てられてるわけですよね。でそれをですね、とにかくもったいないと、それを何とかして使えないかというふうなことが発端でしたので、私としては、その組み合わせですよね、さっきの畜糞と食品残渣を組み合わせて、それを何らかの形でエネルギーとして使えれば。このプラントには地域の酪農家などからバイオガス発電の原料となる牛糞や食品残渣が運び込まれます。これらの原料をタンクで発酵させてメタンガスを抽出、発電して再生可能エネルギーを作り出しています。やっぱり今温暖化の話が、出てますけども、やっぱ CO2 削減、これは当たり前なんです。ただ温暖化の進めるですね、もう一つの原因がメタンがあるんですね。そのメタンっていうのはやはりどこから発生するかというと、その牛のゲップだったり排泄物だったり、そういったところからやっぱり 排出されるんですね。ただやはり豚も牛もやはり人間が生活していく上ではこれはもうなくてはならないものですから、畜産は。そういったそのところをですね、未利用資源として扱うその見方、SDGs も含めてですね、そのやはり脱炭素に向けて急激に進みすぎて、なかなかその負担歪みが出てきている。だから急速に確かに進めることはいいことなんでしょうけども、やっぱりその段階を踏んでいくことが必要だろうな。このプラントに関してはその今あるものを使って、燃料に変えましょうというやり方なので、今ある資源で燃料を作り出せるというふうな意味では、ものすごく即応できる、エネルギー問題に即応できるやり方だというふうに自負はしてます。 SDGs っていうのは最近聞く話ですよね。私たちはもう何十年とそのリサイクルとか利活用とか再資源化とかっていう言葉を使いながら同じようなことをやってきているわけなんですね。ですからSDGs と呼ばれるものが最近聞こえてきてもですね、やること方向性というのは今まで通りですね。